僕、堀江さん見るときってさ、ついつい堀江さんを言論人として見ちゃうんすよ。喋る人として。喋って人に影響を与える人というふうに見ちゃうって、それは多分自分がそっち側から、だからなんですけども、でも、堀江さんって、極端な言い方をすると、他人を儲けさせたい人なんですね。うん。いろんなことを思いついちゃうし、他人がなんか言ってきたら、じゃあ、それ、こういうふうにすればいいよっていうふうになんか付け加えることができるから、それで他人に影響を与えたいというよりは、それで他人にビジネスをさせて、他人にビジネスを成功させて、最終的には他人が儲かるのが割と面白いんですよね。はいはいはい、はい。僕は人を儲けさせるのが面白いって発想がなかったので、僕自身は儲からないんですよ。堀江さんみたいに他人を儲けさせるのが面白い人って絶対にビジネス的に成功するんだけども、僕は自分の言ってることの影響力がひたすら増えたい人なので、そこすごい違って面白いなと思いましたね。うん、そうですね。言葉のことをちょっと僕はちょっと軽視してるかもしれないですね。うん。いや僕がなんか他人を儲けされるってことに徹底的に関心がないのと同じように、自分の言葉を正しく伝わらないと困る。それはなんでかというと、最終的に自分や自分の知り合いがやってるビジネスに対して悪影響があるからであってっていうふうに考えるわけです。それは儲かるわ。うん。堀江さんの近くにいると儲かるっていうのはわかるな。儲かるって言われ方はなんか不本意かもしれないですけども、効率の悪いビジネスの仕方というか、まあ、効率の悪いビジネスの仕方というのはつまり、人的にも物的にもいろんな資源っていうのを無駄の多い使い方してるわけですよね。で、せめてこの日本の中で戦うにしても、それを海外に持っていくにしても、もっとこういうふうにすればいいのにっていうふうに言うのを、まあ、堀江さんやってるわけで、そうか、人を儲けさせるっていうのはいいことだよ。ちょっと俺今日、堀江さんの見方変わりました。僕なんだかんだ言って堀江さんって、やっぱ最初に注目したって堀江さんの言葉だったり、本だったりしたんですよ。多分僕、はい、堀江さんの本全部読んでる読者、いい読者なんですけども、ちゃんと自分で買って読んでるいい読者なんですけど、ビジネスマンとしては成功してるんですけども、正直言ってライブドアもあんまり興味なかったし、堀江さんが言ってた事業の方もほとんど興味なかったんですよ。それよりは堀江さんの思想の方に興味あったから、昔最初に話した時にライブドアの株価を1円にまで下げて、それをひたすら自由に流通できるようにすれば、それは通貨になるって堀江さんが言ってたのがものすごく重要だったので、僕の堀江さんの認識あそこからなんですよ。思想家としての堀江貴文っていう風に本当に僕捉えたんですね。でもなんか堀江さんはなんかビジネスが中心に軸にある人で、思想っていうのはそれの添え物だ、なんだな。添え物って言ったら失礼かもわかんないですけど、あくまでサブなんだなってちょっと今日思って面白かったです。それなんか前にも誰か別の人に言われたんですよね。はい。なんかその思想家としてすごく評価してるみたいな話を。でもなんかでもそれだけだと僕全然そこは物足りないというか、あんまり興味ないんですよね、みたいな話をした。はいはい。だからまあ全く同じ話だと思うんですけど。僕逆なんですよね。まあ金はどうにかなる。でも自分の生活にしか興味ないから自分が生活すりゃいいと思ってるんで、他人が儲けようがなんか関係ねえやって思っちゃってるんで。いやいや、反省しても、もう今さ、もうね、俺64だから今更反省しても人生に何もいいことがないんで、あんま反省しないようにしてるんですけども、ちょっと堀江さんに関しては、見方が間違ってました。すいません。いや。だから僕の場合は多分、世の中を変革していくところのプロセスにもちょっと関わりたかったりするんですよね。